キチャンネル。ちょ、さあ月曜日です。総チェックということで、もうクライマックス。ね。もうそろそろ優勝、順位、そろそろ決まりそう。でもセリーグもパリーグも、A クラス争い激化ってしてる中で、佐々木とも、総チェック。今日もやっていきましょう。まずはパリーグ。ソフトバンク対オリックス。4対0。ソフトバンクの勝利、20日の試合というところで、ソフトバンク先発有原ね。8回113球、2安打7三振、1四球無失点というところで、完璧だったね。もうあそこまでストライク先行で勝負されて、勝負どころで低めにチェンジアップフォーク、低めに落とされて、あれをね、クックル振ってたら、まあ、それはなかなか苦しいね。本当に、多少ね、8月は、有原も苦労したけども、まあ、9月に入ってからね、いい形で自分のピッチングをね、取り戻してきてるっていうところでは、クライマックスシリーズに向けていい形じゃないでしょうか。で、オリックス先発田嶋。7回100球5安打3三振、1四球1デッドボール2失点、こちらもクッピッチ。仕方ない。これで負けても、田嶋の責任じゃない。ね。まあ、オリックスね、なんと、2リーグ制以降、球団ワースト、23度目の完封負け、ね、っていうところでは、なかなか苦しいね。ワンシーズン、23度目の完封負けだからね。それはなかなか、苦しいんじゃないのかなっていうね。ところで、なかなか点が入らないね。いや、それじゃあ、ピッチャーどんだけ頑張っても勝てないっていうね。中で、ソフトバンクはね、効果的に、チャンスでしっかりボールできた。ソフトバンクも7安打だからね、ボコボコ打ってるわけじゃないけども、本当に効率的にチャンスを得てしっかり得点できた。ね。2回にもね、松井がデッドボール出て送りバントで送って、2アウト2塁からシュートがね、タイムリーツーベースで1点先制。で、3回には今宮のホームラン。で、8回にはね、栗原のツーランホームランっていうところで、まあ一発攻勢もかけながらね、まあなかなかやっぱりね、ソフトバンクも連打が出ないからね、これタイムリーっていうところで、なかなか得点できないね、っていう中で、まあ効果的に一発が出たのがね、大きいね。だからその中で、まあどこまでできるかっていうところもね、あるけども、若干やっぱり近藤もいなくなって、その単打でタイムリーで行く、打線のつながりでっていうのがね、ちょっと、なかなか最近見えてない中ね。でもその中でしっかり勝ち切れて、ね、マジックも減らしてるっていうところは、まあいい形の勝利。まあ有原がしっかり投げて得点をしてね。まあオリックスとしてはまあ来季に向けてね、まあここは正念場、経験を積んで頑張っていきましょう。日本ハム対楽天、7対3で日本ハムの勝利ということで、楽天は A クラス争い、A クラス上がったけども、この試合の負けで、ロッテが試合なかったんでね、この20日の試合、また4位にね、逆戻りっていうところはありますけども、これまあまあ最後までね、まあ直接対決もあるんでいけるかなと。まあ日本ハムはもうほぼ2位死守ね、課題かなっていう中で、日本ハム先発バーヘイゲン、5回94球、8安打6三振、2四球3失点とね、最低限のピッチング、その後、河野、杉浦、池田、田中とね、リリーフ陣がしっかり踏ん張って、勝ち逃げ。グッリリーフ、グッピッチ。ね。で、楽天先発早川、5回3分の114球、7安打5三振、2四球4失点。もうレイエス一人にやられたって感じだね。まあ、楽天はね、初回、小深田のホームランでね、1点先制するも、日本ハムがね、1回裏すぐに9名のタイムリーで同点。まあ、これも大きかったね。でも楽天は2回表にね、大田のタイムリーで勝ち越しするけども、3回の裏ね、レイエスが3ランホームランで4対2。で、楽天は5回にもね、田中幸也のタイムリーで、1点差に追い詰めるけどもね、7回裏、レイエスのまた3ランでね、7対3、レイエスが4打数、2安打、6打点、2ホーマー。クッパティ。ほんと、レイエス1人にやられちゃったかなっていうね。だから楽天としてはやっぱり1本出なかったね。まあ楽天ホームラン出ないんだったら単打で行かなきゃいけないっていうところで、チャンスはめちゃくちゃ多かった。3回にもね、2アウト1、3塁チャンス作るけども、伊藤幸也ショートゴロ。で、4回にもね、2アウト2塁チャンス作るけども、小深田が三振。で、5回にも伊藤幸也のタイムリーで1点取って1点差。その中でワンアウトもあり、ここで最低でも同点に追いついてればっていうね、中で、鈴木大地、そして村林連続三振で、同点に追いつけず。ね。で、6回にも2アウト2塁チャンス作るけども、辰巳がファーストゴロ。ね。で、7回にも先頭浅村がランナー出るけども、後続続かず。ね。8回にも先頭村林がツーベースで打つけども、ここも1点取れず。ね。っていうところで、チャンスはね、まあ、2桁安打打ってないんだけど、チャンスはめちゃくちゃ作った中で、最後の1本出ない。ね。ここのダメ押し、同点追いつけないっていうところで、日本ハムにレースでポンポンって行かれたっていう中ではね。楽天としては、だから状態悪くないんだけどね、チャンス作ってるからね。まあ、同点取っていくかっていうところがね、まあ、勝負になってくるっていうところと、日本ハムは本当にレイエス一人でね、勝ち切ったっていう中ではね、非常に、日本ハムは2位死守に向けては非常に良かった。まあ、レイエス清宮はね、本当にここに来てね、調子が上がってきてる。ね、で、長打もある。ね、で、逆方向ね、清宮とかもね、あるっていうところでは引っ張ってもよし、流してもよし、この二人の活躍はね、大きなチームの貢献度高いんじゃないでしょうか。初戦はね、日本ハムの勝利。さあ、楽天はね、正念場 A クラスに向けてもう負けられない。
ロッテ対西武21日の試合7対1でロッテの勝利ということで A クラスに進出に向けて西武信用金庫の貯金をやっぱりしっかり作っていかないというところでしっかり貯金を作れて小島が11勝目というところでね、まあ楽な展開でしたね。ロッテとしてはね、ロッテ先発小島7回112球6安7三振2四球1失点というところでね、絶対勝たなきゃいけない試合の中でね、前半の大量得点にも恵まれてね、7回しっかり投げれたというところでクピキンで、西武先発松本2回58球6安2三振1四球5失点というところで、まあ今年はリリーフもしたり先発もしたりっていうところでやっぱ本人にとったら難しかったと思うんだよね。ここまでね、4試合連続先発してけども3回3回4回3分の22回っていうところでまあ失点してるっていうところもあるけども、なんかショートリリーフみたいなね、ショートスターター、みたいな感じで使われてるかなっていうところもあるし、なんかどっちつかず感が否めないしね、今年これで34試合投げて先発8回だから26回をリリーフで投げてるわけよね。そうなってくるとやっぱりそれは難しいんちゃうかっていうねところもあるんでね、そこはさっぴいて評価しないといけないんじゃないのかなっていうところはあるけども、ロッテはね初回いきなりね岡のショートフライを源田がね、まあ最高11、2メーターぐらいかな、風が吹いてて、落球と、その後藤岡、角中がね、ヒットタイムリー出て2点先制と、2回にはね佐藤俊哉のホームラン、そして外のタイムリーって言って3点で5対0ね。で3回の表に、野村大樹のホームランで1点返すけども、3回の裏に、もう、ピッチャーヤンに代わってフォアボール連発っていうところで落ち出しフォアボール、そして告げのパスボールバットねっていうところで7対1、もう圧勝だね。まあ西武としてはもうこんだけミスも大きくね、フォアボールも出して小島相手に序盤にこんだけ点取られたら、それはもうなすべないっていうところでね、まあ完敗かなと。まあロッテはね、残り西武との試合が大きいっていうところでね、楽天との3位争い、やっぱり西武信用金庫からはしっかり貯金を作っていかなきゃいけないっていうところでね、それがしっかりね、作れて、これはね、勝っていく必然性のある試合なんでね、まあここはしっかり勝ってね、3位したいっていうところでは、まあいい形でね、相手のミスも助けられたっていうところもあるけども、そこをしっかりついてね、得点できて小島がしっかり投げたっていうところでは、いい試合だったんじゃないでしょうか。ロッテ対西武22日の試合7対2ロッテの完勝でございますということで、ロッテ先発佐々木朗希7回107球4安打10三振1四球2失点と、前回ね、西武相手に、敗戦投手、4失点でねやられちゃいましたけどリベンジ成功と。で西武先発畑2回42球3安打1デッドボール1フォアボール4失点というところで、もうヒットも4本しか打てへん、ミスばっかりする、それはもう勝たれへんでね。まあ、西武は初回ね、2アウトから、西川フォアボール、そして盗塁成功ね、で、4番佐藤のタイムリーっていうところで、もうここは佐々木朗希をね、攻略するのはもう最高のね、足を絡めていくっていう。で、そして野村大樹がツーベース、そして2アウト2、3塁からなんと佐藤としてはパスボール。もうサインミスかっていうぐらい反応鈍い。で、まあ2失点。ね。で、まあね、ミスをミスで返すっていうね、西武らしい。先頭で、岡がフォアボールで藤岡ライト前ヒットでノーアウト一三塁からポランコのピッチャーゴロ、ピッチャー裸が取ってね、サードランナー岡を、三本間に挟んだのになんとサードへ悪送球、ファーストランナーまで帰ってきて同点と。でなおもノーアウト二塁からここでねもう一点取りたかったところ外荻野佐藤とね、一本出ず、まあ、同点止まり、ミスをミスで返すね。でもうこっからロッテ打線乱れ打ちっていうところでね、2回には茶谷がライト前ヒットで中村翔吾バンド成功するけども古賀のフィルダーチョイスで藤原送りバンドで岡デッドボール、もうミスもミスミスしまくり、でワンアウト満塁から藤岡の犠牲フライからポランコのタイムリーで4対2で3回には茶谷のタイムリーで5対2で4回には佐藤のタイムリーヒットで7対2ジエンドです。はい、語ることなし。西武は初回にね、ヒット、2本を打ってでパスボール相手のミスで、ね、先制したのにもかかわらず自分たちのミスで同点に追いついて、ね、自分たちのミスでピンチを広げて、そして最後犠牲フライだとタイムリーポンポンポンってやられちゃうっていうね、完敗でございます。まあでも西武はね来季に向けて頑張っていきましょう。ロッテはね西武信用金庫からしっかり貯金を作ってね、これ2位、3位ほぼほぼ確定になってきたね。これ楽天が負けていってるからね、これはもうほぼほぼ確定になったんじゃないか。あ、まああとでも直接対決ね、3試合あるからそれをね、まあ1回でも勝てばっていうね、ところはあるんだけども、まあ西武からねしっかり貯金を作っていい勝ち方だったと思います。
オリックス対日本ハム、21日の試合2対1でオリックスさよなら勝ちということで、日本ハムはまあでもまあ日本ハムの2位進出は決まってると思うんだよね、ここに来てね。まあオリックスはこれでまだね、首の皮1枚3位ね、狙えるチャンスがまだ数字上あるっていうところには なってますけども、日本ハム先発北山ね、8回102球4安打6三振1デッドボール無失点とね、クピッチね、これはもうクライマックスシリーズに向けてね、怪我で長期離脱はあったけどもね、この北山の復帰好投っていうのは好材料ね。でオリックス先発山下俊平太、6回106球4安打12奪三振1球1デッドボール1失点と、まあ、今シーズンバタバタしたけど本当に尻上がりにね、シーズン終わりに向けていい感じでも来たんでね、来季に向けてはこれはね好材料なんじゃないのかなっていう中でね、日本ハムはね、5回に、タミヤのスクイズで先制っていうところはあるけども、やっぱこのね2回レイエス、ヒット、マルティネスデッドボールで矢沢内野安打、足早いね、あのセカンド1、2塁間のところね、もう足でもぎ取った内野安打っていうところで、ノーアウト満塁のチャンス作って松本、水野、石井と3者連続三振、ここは山下俊平とか踏ん張ったけど、ここで1点でも取れてたらもうちょっと違う楽な展開だったかなっていうね。もう、オリックスはねもう完膚なきまでに抑えられながら、まあ、ヒットはあるけど連打が出ないっていうところで、まあ、このままもう完膚負けかなっていうところでね、9回裏ピッチャー田中正義が入ってね、西野レフト前ヒット、太田三振するけども森がセンター前ヒットで、ワンアウト1、3塁から杉本がセンター前ヒットで同点ね、で西川フォアボールで、ワンアウト満塁から渡辺がねライトへサヨナラタイムリーヒットっていうところで、杉本渡辺クッピッチなんだけども、このねやっぱ杉本の時もそうだけど、この渡辺の時もそうだけど、ツーストライクから最後フォークボール、やっぱワンバン投げなきゃいけないよね、正直もったいないよね。この杉本の時もね、ワンボール、ツーストライクからっていう完璧ピッチャー有利のカウントで、あのフォークボール最後渡辺のところもほぼど真ん中だからね、落ちないでね、あそこをしっかりね低めのワンバンね、あのキャッチャータミヤをしっかりブロッキングね信用して、やっぱ投げなかったらいけなかったかなっていうところでは、やっぱりねこの変化球の精度の悪さっていうのはね、最後仕留め切られたかなっていうね、ところで、まあ打った選手たちはねすごいけども、やっぱそのフォークボールをね、ここがねなかなかっていうところでね、まあどうする守護神問題っていうね、中ではね、まあここで田中正義が今頑張らなきゃいけないっていう中ではね、そういったワンパンっていうねところをしっかり言ったらよかったんかなっていうね、オリックスは逆にねもう完璧に負け試合の中最後ひっくり返した試合はね大きかったと思います。オリックス対日本ハム3対2で日本ハムの勝利というところで、日本ハム先発加藤、9回125球5安打6三振無四球2失点完投勝利。はい、オリックス先発宮城、9回128球10安打13奪三振無四球3失点、まあこれはもう攻められないね、オリックスとしてはなかなか点が取れない中で、まあでもオリックスはねヒット5安打の中でまあ2点取れたんだけどね、2回に2アウト1塁から、紅林のタイムリーツーベースでね1点先制して、しかし日本ハムはね取られた後すぐ3回表に、水野の逆転ツーランホームランで勝ち越し、しかし7回裏にね、西川の、同点タイムリーヒットで追いつくんだけどもね、9回、これすごかったね、9回、先頭万波がツーベースでノーアウト2塁からグッジがね、ショートゴロ内野安打でノーアウト1、2塁になって上川畑で送りバントで、ワンアウト2、3塁から代打松本剛ね、もう追い込まれた、何としても当てるっていうところでサードゴロ、サードランナー代走磯畑がナイススチール、ギャンブルスタートでホームセーフ、クソ俺、まあ、あれはもう守備仕方ないね、精一杯のプレーだね、正直ね、これはもう三塁ランナーね磯畑を褒めるしかないね。日本ハムはね、本当に10安打打ちながらね、ランナー出すけども、まあ、そこはやっぱり宮城ね、連打許さずね、しっかり水野のホームランだけで踏ん張ってきたんだけどもね、まあ、最後ね、粘りきれずっていうところで、まあ、オリックスはそれまでにね、点取っとかなきゃいけなかったけど、まあ、5安打だからね、もう2点がギリギリだね。でも日本ハムとしてはね、まあ、2位死守に向けて、そして負けて胴上げは許さないっていうところでね、しっかり勝ち切ってね、本当にクライマックスに向けていい戦い方してるんじゃないでしょうか。ソフトバンク対楽天、21日の試合3対2ソフトバンクの逆転サヨナラ勝ちというところで、楽天先発ね滝中7回91球4安打2三振2四球1失点と、ね、ゲームを作ってね非常にクピチね。でソフトバンク先発モイネロ、タイトルもかかった中で6回110球5安打7三振5四球2失点、若干制球あれだけどね、まあ6回2失点で収めたらもう十分でしょうっていうね中で、楽天はね、2回に2アウト満塁から、村林のタイムリー、そして、5回には村林のホームランっていうところでね、こう2点しっかり取ってね、まあこのままね勝ち逃げしたいとね、ソフトバンクはランナー出すけどもなかなかね点が入らないっていう中でね、7回山川のホームランで1点差に追いついて、しかしこれ万事休すかっていうね、
楽天も全体的に5安打しか打ってないから、これギリギリの状態でやっと2点取った中ね、これ2対1で逃げ切りたい。で、9回裏にね、則本出てきたっていうところで、先頭今宮がライト前ヒット。で、栗原が送りバントを決めて、ファースト空いてるから山川ワンアウトながらももう軽減とね、もう逆転のランナーも仕方ないと。ツーランホームランサヨナラ打たれるんだったらいいだろうっていうね。で、ワンアウト1塁から中村晃に対してフォーク連発でね、三振を取って、ツーアウト1塁。で、ここで柳町のところでね、フォーク連発、ここも行くのよ。ね。で、それをね、柳町が粘りながらね、粘りながら、しっかり対応していく中でね、最後ね、ワンボールツーストライクからストレート行くのよ。それをね、しっかり、あのフォークばっかり投げられてるのに、それをしっかりね、仕留められたっていうところの柳町のバッティングもね、非常にね、引っ張って。でもね、ここで一つ気になるのはね、ツーアウト、一、二塁じゃんね。まあ、最悪セカンドランナー返しても、ファーストランナーはサヨナラランナーなのか絶対返しちゃいけないところで、まあ、全体的に映像で見えなかったけど、あれが終わりながらギリギリってことは、前進守備引いてませんよねっていう。まさか。あれ多分、ファーストランナーが変えられないように外野が後ろ下がってたら、多分取れたと思うんだよね、フェンス際、ギリギリのところで。それが、どうなんやろっていう、まあ、はっきりとまで見えなかったから、ちょっと分かんなかったけど、あの追われ方と、落下点までつくスピード考えたら、全身守備引いてたんちゃうかっていう。いや、もし引いてたらすごい謎なんだよね。そこは後ろでしょと。ファーストランナー返さないようにしなきゃいけないでしょっていうね。もし引いてたら本当びっくりする。あの、全身守備だったら。まあ、そこら辺どうなのかなっていうところあるけども、柳町は本当にね、さっきも言ったように、フォーク連発されて、あの最後高めのストレートをミスショットすることなく、空振りすることなく、ね、外野、ね、オーバーに打てたっていうバッティングが本当に、バッティング、ね、サヨナラ勝ち。これでマジックに、今日優勝決まるかもしれない。楽天はね、3位争いの中ね、ここで負けて 1.5 ゲーム差、もう広げられないよ。残り試合をね、少なくなってきてるから、まあ、直接対決がね、3試合あるから、まだ3ゲームまではね、自力でなんとかなるっていうところはあるけどもね、まあ、どういった、ね、試合になるのか、ね、ソフトバンクも優勝負けはどうなるのか明日。はい。ソフトバンク対楽天、11対5でソフトバンクの勝利というところでマジック1です。日本ハムが負けたらもう優勝決定だったけども、マジック1。ね、月曜日、1回勝てば、今日勝てば、もう、もしくは日本が負ければ、リーグ優勝でございます。ね。ソフトバンク先発大津ね、4回3分の2、103球、8安打6三振、2球3失点と、まあ、球数多かったね。まあ、なんとか粘って投げたけどもね、まあ、限界っていうところで、ここでまあ、スパッと変えたっていうところもね、良かったかなと。まあ、その後ね、リリーフして岩井がね、クッピッチング、素晴らしいピッチング。その後ね、木村、オスナ、大山、津森とね、まあ、津森は最後に失点しちゃったけどもね、まあ、大量得点にも恵まれて、なんとかね、いい勝ちと勝ち方。楽天先発高田、2回49球、6安打1三振、1球6失点というところで、初回ね、ワンアウト3塁から栗原の内野ゴロの間に1点、ソフトバンク先制、2回にはね、中村レフト前ヒット、そして柳町フォアボール、牧原6リバウンドを決めて、甲斐のタイムリー、そして川村のツーランホームラン、そして今宮のタイムリーヒットっていうところで一気に6対0。まあ、これでほぼ勝負あったね。でも楽天もね、3回表に安田のタイムリーヒット、で、5回にはね、鈴木大地のタイムリーヒットで、6対3まで追いつけるけども、この5回裏、ね、ワイルドピッチ。まあ、ちょっと安田遅かったね、反応が。もうちょっと早く、まあ、あそこまでね、振られると、なかなか止められないんだけどね、あれだけ横に、あの、ワイルドピッチ、冒頭投げられちゃうとね。まあでも、ちょっと反応遅かったかなっていうね。で、まあ、それで1点。で、中村晃でタイムリーヒットと。まあ、この5回裏の2点でね、勝負あったかなと。ね。で、6回には川村もまたタイムリー。7回には、甲斐のタイムリーヒット。で、8回にはね、尾形の押し出しっていうところで、11点。ね。甲斐打線のね、甲斐4打数3安打3打点。そして川村の4打数2安打3打点、1ホーマー。ね、1番シュート5打数3安打と、こう、甲斐からの上位へっていう流れもね、非常に良かったし、11得点。まあ、マジック1。優勝間際。楽天はこれで負けて。ねえ。これ痛いね。ここせっかく3位まで1回上がったけども、2.5 ゲーム差。残りが12試合。まあ、まだ直接対決あるからね、ワンチャンあるけど、なんか、流れ悪いね。あと小久保監督がね、ちょっと怒ってたけども、ね。楽天はもう守備の時からね、ランナー1塁の時には、もうね、ファーストがベース離れて守ってたのに、ね。ソフトバンクがファーストベース離れちゃうと盗塁2回もしてどうなってんやと。まあ、これで小久保監督の意見もわかるんだよ。楽天側から離れたってことはもう
楽天はこの試合を諦めたってことなのよ。ね。諦めてないんだったら、ね、勝ってる側が離れるのはいいけど、負けてる側っていうのはさらに失点を増やさないように、ファーストベースをついとかなきゃいけないんだよ。正直ね。で、それで、ソフトバンク側が離れたから、よし、点取りに行こう。まだ勝ちに行ってるからね。じゃあ、盗塁しようっていうのは許されるんだけども、楽天、負けてる側、大差で負けてる側から、ファーストベースをもうつくことを諦めたっていうことは、もう、もう追加点取ってくださいと。もう勝つの諦めましたっていう姿勢だからね。あれは。普通やんないんだけどね。負けてたらね。まあ、9回とかだとまあ、あれだけどもね。でも、その中でね、まあ、盗塁仕掛けていったっていうね。ところでは、それはちょっと小久保監督も怒るから、まあね、ルールで決められたわけじゃないから、違反じゃないんだけどもね。まあ、暗黙の了解みたいなところだけども、まあ、そこはやっぱり、紳士協定的にちゃんとした方がいいかなって正直思うけどもね。それだったらやっぱファーストベースついとかなきゃいけないよ。ね。離れないようにしてね。負けてる側はね。まあ、そういったところは、まあ、ちょっとしたこともあるからね、ちゃんとやっといた方がいいんじゃないのかなって個人的には思いますけども、楽天ファンの皆さんどうですかね。まあソフトバンクとしてはね、しっかり勝ってマジック1、まあ今日でもね優勝が決まります。続いてセリーグ、ヤクルト対中日、6対7で中日の勝利ということで最下位脱出っていうねところになりますけども、もう解説しようがないっていうところでね、中日は初回、村松、福永、細川の、3人のホームランで一気に4対0先制。まあ、サイスニードね、先発サイスニード、5回8球6安3三振1球4失点の初回立ち上がりだけだったね。高めのストレートとかも序盤ちょっと力なくね持っていかれたっていうのもあるけども、やっぱこれ痛かったよね。で、中日先発小笠原、5回83球7安打2三振1球4失点っていうところで、まあ、初回4点取ってくれたら勝ち切らなきゃいけなかったっていうところで、3回並木レフトポール際にホームランね。で、4回にはオスナのタイムリーで、6回にはね、村上のツーランホームランっていうところで、もう打ち合いです。ね、しかし中日はね、7回、村松タイムリーヒット、そして福永タイムリー、そして細川タイムリーっていうところで、初回にね、3連発を打った選手が、7回には、3人がタイムリーヒットを打って、7対4、こう勝ち越しっていうね。で、8回に、村上のまたツーランホームランを打って7対6までいくけども、まあ7対6、そのままね、中日を勝利というところで、まあ中日はね、この1回と7回、村松、福永、細川、バッティングね、この3人がホームランとタイムリーを打って7点取るっていうね、なかなか珍しい、ね、展開。ヤクルトはね、本当に並木、で、まあ村上のね、ホームランというところで言ったけども、まあ、なかなかピッチャー苦しかったね。まあでもここはもうね、来季に向けてもあるしね、しっかりやっていこうっていう中ではね、ちょっと6対7ね、ホームラン祭り、ちょっとね、解説しようがないっていうところの初戦でしたけども、まあここはね、まあ最下位でもいいんだけどね、ドラフトがウェーバーで先取れるからね。まあそういったところでもね、まあでも目の前のね、勝ちに、執着してね、しっかりやっていこうっていうところでね、中日、ね、まあ最下位だけにはなりたくない。立浪さんも3年ね、退任するけども、3年連続最下位をね、避けたいっていうところで、この勝ちはね、大きい勝利だったんじゃないでしょうか。ヤクルト対中日、まあ、最下位争いっていうところで、7対6、中日の勝利っていうところでね、中日先発福谷、勝ち投手になったけども、5回103球、9安打2三振、2四球5失点。ヤクルト先発山野、4回76球、7安打3三振、1四球5失点っていうところで、もう打ち合いです。ね。初回から押し出しあり、ね、宇佐美の犠牲フライ、ね、しかし2回の裏、岩田、長岡、そして西川のタイムリー、ね、で、3回には福永のホームラン、ね、もう、解説しようがないです。もう、ピッチャー打たれました。しかない。ね。もう、連日の打ち合いだからね。ね。20日は6対7で中日。そして21日はね、6対7でまた中日っていうね、ところで。まあでもこれはもう今シーズンのヤクルトと中日の先発投手が苦しいっていうところでね。まあそれがもう本当に如実に出てるっていうね。まあ中日ピッチャーピッチャーいいって言われながらも、まあリリーフはいいけど先発ちょっといないからね、頭数もね。で、しかも不調の選手たちも多いしっていうね。で、ヤクルトはまあね、小川もいないっていう中で、先発ちょっと苦しい中で、両チームともにね、先発が苦しい、今チーム事情。まあその中ね、打線は好調を維持しながら、打ちまくるっていうね。だから今後他のチームもね、この両チームどう抑えていくかっていうところは大変な試合になるけども、まあ正直ね、解説、不能ですね。で、5回のね、鵜飼のタイムリー。これでまあ勝負あったかな。7対4。ね。で、5回の裏にね、しっかり松本がレフト前ヒットを打つけども、こっからがね、
やっぱり中日の真骨頂っていうところで、6回から斉藤三者凡退で、7回にはね、清水が上がってランナー1人出すけども、ダブルプレーで抑えて3人で抑える。で8回に松山が上がってヒット1本打たれるけども、それは後続は許さない。で9回ね、ライデル・マルチネスが村上のね内野ゴロの間に1失点するけども、まあ最後はねしっかりオスナを抑えてっていうね、まあリリーフ投手陣の盤石さっていうところはね、やっぱ中日が出てるんで、だからいかに中日は前半にしっかり1点でもリードして6回以降の最強のリリーフ陣で勝ち取るかっていうところのゲームが大事になってくる中、まあそのゲームに添えたなとね。まあヤクルトとしてはやっぱ先発がねちょっとコンスタンスに点取られすぎたっていうね、逆に5回までね先行されたらちょっとなかなか苦しかったなっていう試合展開でしたね。DeNA 対阪神、20日の試合、9対6で DeNA の勝利というところでね、阪神はビーズリーをリリーフでも使っても絶対一戦必勝、絶対に勝ちに行かなきゃいけないね、勝たなきゃいけないっていうところで総力戦になったけども、負けてしまったっていうね、優勝に向けてね、大きな敗戦。逆に DeNA はね、9対6、先発も理由とね、もうショートリリーフで、ね、じゃショートスターターでね、もうなんとかリリーフをつないでリリーフでっていうところで、まあ失点も多かったけどもね、全体的に6失点で、もう攻撃陣がね、持ち前の攻撃陣が打ちまくって勝ち切ったっていうところではね、3位に行くためにっていうね、中でクライマックス行くぜっていう中ではね、非常に大きな勝利。DeNA はね、3回の裏、伊藤光はね、タイムリー。ね、山本いなくなって負けたなんて言わせねえぞっていうね、伊藤のバッティング。ね。で、3回にはね、オースティンのスリーランホームランで5対0。まあ、このまま勝ち切るかっていうところでね、4回、阪神の攻撃、先頭森下デッドボール、大山レフト前ヒット、佐藤アウトになるけども、前回タイムリーツーベース、で梅野内野ゴロの間に1点入れて、5対2、で、2アウト2塁から木浪のタイムリーヒットで5対3、で、ここで代打井上、2アウト1塁からレフト線、ここよ。問題はここなのよ。一番のタイガースの。あのレフト線のヒット、しかも、レフトは中継、3塁につないでんのよ。なのに、バッターランナー井上がセカンド行けてないのよ。これはね、バッと。これセカンド行ってたら、まあね、タラレバになるけども、その後近本がタイムリー打ってて、同点まで行ってんのよ、5対5。それを、なぜかあれでセカンドに行けてない。行けてないにもかかわらず、あの、ファーストでの大喜びの笑顔。まあ、打ったね。嬉しいのはわかるけども、あれはセカンドまで絶対行かなきゃいけなかったし、行けた。あれ、レフトがセカンドまで繋いでたんだったら、まだちょっとわからんでもないけども、ね。ちょっと映像が最初からどう走ってるか分からなかったからあれだけど、レフト、ショート、サード方向に繋いでるからね、まあカットマンで終わったけどね、サード投げないで。三塁方向にね、ファーストランナーの木の実を警戒するのに三塁方向に中継してるのになぜセカンド行かない。で、その後近本のタイムリーでしょ。でもそこでその後中野がアウトになってね、5対4、1点止まりっていうね、ここ同点に追いついてたら分かんなかったけどね、こういう細かいとこなのよ、もう最後の詰めはね。それで同点に追いつけなかったところで、4回の裏 DeNA ね、ピッチャー、阪神は島本に交代して、先頭森がフォアボール。これね、森粘ってフォアボール大きかったし、この島本もこのフォアボール痛かったよね。で、ノーアウト一塁からね、森が盗塁を決めて、代打東ね、ここで左中間を抜けるタイムリーツーベース。ね。まあ、本当は進塁打だけどね。本当はね。でもまあ代打で出てきてて、まあ途中でね、盗塁成功したっていうところもあるから、まあそれをプロ初安打の東にそんな器用なこともできないし、まあここで積極的に打ちに行ったっていうところは素晴らしかったしね。まあこれはね、まあそのまま打てが正解でしょう。ね。で、タイムリーツーベース。その後ノーアウト2塁から梶原三振ね、ここ最悪でもね、進塁打打ってもう1点取りに行きたかったよね。でも同点に追いつかれないね、勝ったことによってさらに1点取って6対4。で、5回にね、阪神は梅野のタイムリー6対5まで追いついてね、ここでビーズリーを出してね、なんとかこのね、点差を維持しながらね、逆転かけるっていうところで、7回裏 DeNA の攻撃ね、先頭佐野がフォアボール、オースティンアウトになるけど宮崎がタイムリー、そしてワンアウト2塁から筒子がね、打った瞬間変化球ね、それとわかるライトスタンドへ、ツーランホームランで一気に9対5。これでほぼね、決まったかなと。阪神は9回にね、前からタイムリー1点取るけども、まあ、ビーズリーは親子面で交代してね、まあ、なんとかビーズリー出してまでこの試合勝ちに行くっていうところで、岡田采配ね、もう本当に一戦必勝のね、形を見せたけども、まあ、そこはね、DeNA が打ち勝ったっていうところと、まあ、DeNA のリーフ陣ね、失点もあったけども、なんとか粘り抜いて、この筒子の最後のホームランね、これで勝負ありかなと。だったと思います。DeNA はね、3位に向けて初戦ね、いい形の勝利。阪神が負けたっていうところでね、これは阪神ね、逆転優勝に向けてなかなか痛い敗戦になりましたね。DeNA 対阪神、5対6で阪神の勝利ということで、
連夜の負けは許されない。逆転優勝に向けて阪神はもう1点もね、1敗も許されない。負けられない。DeNA もなんとか3位に行く中でね、この敗戦っていう両チームね、どうしても負けられない中で、阪神先発は青柳。4回3分の2、91球、6安打2三振、2四球4失点。まあ、ここでもうスパッと変えた岡田監督もね、まあ、リリーフ陣が今ね、阪神非常に調子がいいっていうところでね、スパッと変えたっていうところもね、なんとしても勝ちに行く。前日はビーズリーも使ってまでもね、そこで負けてしまった。でも絶対もうね、あとはもう休養させない。バンバンラストスパート行くだけやっていうね。ところで青柳なんと島本桐敷石井ゲラ岩崎岡留とねもうほんと素晴らしい全員使いながらねしっかり逃げ切りね最後1点取って勝つっていうね。で2年先発浜口3回72球3安打4三振4四球4失点とここは第5戦 DeNA もちょっと先発の頭数が足りないのかっていうね。で上茶谷中川伊勢ウィック森原ウェンデルケンとねなんとか踏ん張りながら行くけども逆転負けっていうね。で阪神はね、3回に大山のタイムリー、そしてサトテルのフォアボールの中で、井上がね、前日はちょっとセカンドまで走られなかったけどね、しっかりね、ゆっくり走って帰ってこれる、レフトスタンドでスリーランホームラン、クパッて。でね、4点先制と。ね。しかし5回裏に DeNA が、先頭森ツーベースで林のねタイムリー、これはもうね青柳対策で左バッターがねレフト方向レフト方向っていうところにね引きつけてね逆方向へ打つこのねアンダースロー対策の中でね一番効果的なバッティングをしながらね、得点を重ねてで最後オースティンがレフトでタイムリーそして宮崎が、スリーランホームランと井上のスリーランホームランのお返しで宮崎がスリーラン打って5対4逆転と。もう DeNA はねこのまま逃げ切りたかった。その中で8回ピッチャーウィックに代わって大山ライト前ヒットで佐藤ライト前ヒットで前川フォアボールでノーアウト満塁からね代打渡辺がねこれセカンドゴロこれはもうね逆転されないように DeNA の守備陣は後ろ下がってたんだよね。それがセカンドあまりにも打球が速くてね牧がこれホーム間に合うっていうところでホーム投げたんだよね。判断はめちゃくちゃ素晴らしいね。でもそのホームへ投げた送球がそれちゃってホースプレーだったからタイミングは完全にアウトの中ホームがセーフになって同点っていうね。これ痛かったね。判断めちゃくちゃ良かったんだけどね。しかしその後ねノーアウト満塁から本当はここでもう逆転しなきゃいけないところ木浪ダブルプレーそして、代打梅野がねライトフライっていうところでノーアウト満塁さらに追加点取れずっていうねここら辺ほんとまあどうなるのかっていうねところがあったけどもねその牧のミスも痛かった判断めちゃくちゃ良かったけどね。でそのままね延長に向かっていくんだけども10回サトテルのねあのウェンデルケンのカットボールあれホームラン打てるってことはもうインコース打てるはずだよ。めちゃくちゃいいバッティングだもん。あれめちゃくちゃ厳しくてねそんな簡単なとこでないよ。それを腰の回転でねバッとスポーンと出てライトスタンドに勝ち越しホームラン、まあ、これでねゲームセットになるんだけども、まあ、このギリギリの戦いの中でね阪神がしっかり勝てたっていうところも大きかったし、まあ、DeNA はね3位争いねもうどこの相手でも負けられないっていう中でね逆転負けは痛かった ね。まあでもお互いねこう一発のやっぱり爆発力はあるからね、まあ、今後どういう展開になっていくのかまだまだ続く感じですね。広島対巨人2対8で巨人の勝利ということでマツダスタジアムに行ってね鬼門マツダスタジアム前回3連勝から今回もカード初戦しっかり勝つということで巨人先発井上5回90球6安打3三振無四球1失点という形でチェックピッチ、ね、広島先発大瀬良5回85球7安打1三振1球4失点ここに来て9月カープ先発投手陣今まで軒並み勝ってたのに全く勝てなくなったかなり痛いね。巨人は3回表ね2アウトからだからね2アウトから丸が内野安打で浅野がフォアボールここのフォアボールだったねよく浅野も粘ってフォアボール取ったけどねで2アウト1、2塁から、吉川がね、レフトへタイムリーツーベースそして岡本のセンターへのツーランホームラン一気に4対0ね。で広島は4回裏ね1点取るけどもね7回巨人はね、先頭丸のね打球菊池が後逸ねまあアンツーカーのところで難しかったかもわかんないけど菊池ならっていうのがあるからね最近だからやっぱカープはね記録に残らないも含めてミスがちょっと目立つしかもそれが失点に絡むからね。でここ浅野が送りバントを決めて吉川タイムリーねで岡本内野安打大城三振するけども坂本がタイムリーのオコエがタイムリーで一気に4点で8対1まあこれでねほぼゲームは決まったかなと。でカープは7回裏にね秋山がタイムリー打つけども2点止まり8対2ねえまあ良かったんでね井上何良かったってね初回からそうだけど左バッターにもね
ちゃんとツーシームのインコースちゃんと投げるのよ。それがめちゃくちゃ効いてたね。で多分ねそれをね初回とか投げたから見越して4回の裏には同じね1番秋山から始まるところでここも打ち見せてるから打ちね意識してくれるやろって言って外ばっかりになってそれ外をね秋山矢野小園がパンパンパンって打たれたから、まあ、ここもね初回同様インコース使ってもよかったかもわかんないね。しっかり井上が投げ切れたからね。そういった意味ではまあここら辺はね、まあ、反省の要素はあるかなっていうね。ちょっと駆け引きがミスしちゃったかなっていうね。初回いい感じで抑えてたからね。で、右にもね、フォークとかね、しっかり外の出し入れも井上もできてたし、まあ5回でね、交代っていうところもあるけども、まあ次もね、登板もできるだろうしね、そこからリリーフ陣がね、踏ん張って、井上の後ね、高梨、船場様、平内、泉とね、この高梨のスパッと変えたのも良かったね。6回裏、2アウトから坂倉フォアボール。このフォアボールがね、やっぱり対左で出てきてね、ちょっとっていうね、で、堂林にライト前ヒットを打たれて、ツーアウト一三塁。ね、ここでもう船橋さんなんです。バーってね、変えたベンチのね、もう思いっきりの良さも良かったね。で、その後7回にも得点してね。で、もう8対1になった時点で7回裏からね、もう平内。そしてね、8回には泉。ね、9回にもうね、泉がね、開幕的をして、しっかり抑えていくっていう中では、リリーフ陣もね、勝ちパターンも温存できたしね、非常にね、この井上高梨、船橋様、平内、泉でね、勝てたっていうのは大きかった。しかもまたここに来てね、4番の岡本の状態が上がってきて、5打数3安打、猛打賞2打点の1本塁打っていうね、やっぱ岡本がこう上がってきたらね、しっかりいい形になるっていう中で、まあ広島はこれで B クラスに押して、まあ2連敗は許されないね、この9月大失速だけども、まあ最後の踏ん張りどころだね、まあどう戦うか、土曜日の試合がね、注目です。広島対巨人、21日の試合5対4で広島の逆転勝ちっていうところで、まあ、前回の広島3連敗の中でまさかのリリーフが最終回9点取られて逆転負けするっていうののお返しっていうところだね。まあ、巨人はね本当にちょっとここで先発がいなくてねピッチャー横川先発持ってきて6回73球6安打2三振1失点をめちゃくちゃグッピッチ本当にこの谷も本当はここ菅野だったんだけどね菅野が50何球で降板して中4日でもう1回広島戦投げて中5日で本当はもう1回このね21日の広島戦に投げる予定だったけどもターゲットが阪神に変わったからねターゲットが阪神ね日曜日の阪神戦にずらしていくっていう中でねこの土曜日の先発がいないところで横川が出てきて6回1失点はもう完璧なのよね。で白瀬先発アドは6回101球8安打1三振2球3失点、まあ、最低限クオリティスタートゲームを作ったってことで言えばねそんなに攻められない。その中でね1回ワンアウト1塁からね最近調子がいい岡本がタイムリーヒットを打って1点先制で5回にはね2アウト3塁からね浅野のタイムリーで2点目で6回ね、2アウト満塁からなんとピッチャーの横川がね、ライトにタイムリーヒットを打って3対0ね。これで一気にっていう中で、まあ6回裏ね、秋山のタイムリーで広島は1点取るけども、まあ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 っていうね、そこまで痛手じゃないよっていう中で、8回表ね、ワンアウト2、3塁からオコエの内野ゴロの間に1点取って4対1。これがもう決勝打になって、このまま終わると正直思った。ね。その中で8回裏。ピッチャーね、ケラーが入って、先頭林がレフト前ヒット。で、野間、二股がアウトになるけども、ツーアウト一塁から矢野がね、ライト前ヒット。で、これで、ツーアウト一三塁。ここで秋山はね、タイムリーヒットを打って1点、これで4対2。で、ツーアウト一三塁の中、ここでね、ダイソーが初期で出てきて、ピッチャーはケラーから高梨に変わると、小園のところでね。で、この初期の盗塁、これが良かったね。しかも初球に走れたっていうのはね、非常に良かった。これ何球待ってるとね、また小園が待たなきゃいけない中で、初球ね、こういったところでダイソー出てきてしっかり走る。しかもピッチャーね、高梨左っていう中でね、これはね、初期、ぐす、盗塁。これは素晴らしかった。で、このね、問題の2アウト2、3塁になって、ね、小園がライト前ヒット打つんだけども、それをね、浅野が焦ったね、若干天然芝でイレギュラーもあったかもわかんないけども、あれ、それだっても言い訳聞かないね。若干投げること漁って、まさかの後逸で、ね、そのまま、小園が3塁へ向かって、ね、坂倉敬遠して、2アウト1、3塁からピッチャー船場に変えて、末金のところで、末金がレフトへ勝ち越しタイムリーというね、まあ、3塁にしてきしまかったための逆転を生んでね、まあ、浅野のタイムリーエラーでね、まあ、逆転負けっていう中でね、まあ投げるの焦っちゃったね、そこまで焦らなくてもっていうね、だからね、これがね、浅野選手、やっと一軍の仲間入り、ね、ようこそっていうところで、ね、これはね、その後、まあ、丸とかもコメント出したけど、みんなするのよ、そんなここ一番の状況で、大きなミスなんて、もうみんな、長年レギュラーとして張ってきた人は、みんなするわけよ、ね、正直ね、ダメなのよ、ダメだけど、それはもうみんな、いろんな人もそう、失敗を糧に進んでいくわけよ、ね、今までまだね、ヤングでね、若くて、
アグレッシブにね、積極的に怖いもの知らずでどんどんやってこれたと思うんだよね。いろんなとこ、それがまだ今年またうまく回ってる。その中でこういう落とし穴あんのよ。でもね、この次大事なのよ。そこの、このね、臆することなく、次もアグレッシブに行って、同じ失敗をしないで、どんどんね、臆することなく、プレーできるかが、この一軍のスターに向かうこの壁を乗り越えれるかどうかだから、今日から甲子園でしょ？同じ天然芝でしょ？これでアグレッシブ行かないで、取ること優先して、ゆっくりやって、セカンドランナーホームに帰るとか、これあるのよ。だからね、こんなのに負けないで、そのアグレッシブさを変えないで、どんどん積極的に、打つのも守備も走塁もね、あんなセーフティーとかもできるわけじゃんね。それができるかどうかがね、勝負なよ。浅野のいいね、これみんな通る道ね、トントントンってみんな行かないのよね。その中でこれをね、この大事な優勝争いの中で乗り越えれるかどうか、これ乗り越えたらまたさらに大きなね、浅野選手になるんで、特に今日の阪神戦ね、甲子園での試合は注目だしね、乗り切らなきゃいけないね。くよくよしててもしょうがない、ベンチで泣いてる暇もないっていうね、ところでまあね、今日どういうアグレッシブな姿勢ね、これ変えないで、まあ周りのサポートも大事だけどもね、本人がね、どうやって突っ切れるかどうか勝負だからね、瀬戸際になってね、そういったところではね、これもうプロのね、一流世界へようこそっていうところだから、これを跳ね返せるかどうか、まあ跳ね返してくれるだろうけどもね、次の試合注目。でもこれは痛かったね。で、広島はね、最終回、栗林が出てきて、前回ね、同一カードでね、やられて以来の約10日ぶりのピッチング、先頭3ボールになった時はちょっとどよめいたけど、そっからしっかり抑え切ったっていうところでね、今後の試合展開でも安心して使えるでしょう。ね、広島の勝ち、これは大きなね、勝利になったと思います。DeNA 対ヤクルト6対3で DeNA の勝利というところで、この DeNA が勝ってもうね、 A クラス争いカープともう一騎打ちだね。3位、もう3位カープか DeNA、 もうこれはねもう一騎打ち確定だね。まあその中でね、DeNA は先発吉野、4回98球7安打4三振2四球3失点。もうここまで来たらね、もう先発も悪かったらどんどん変えてね、リリーフつぎ込んで総力戦でいかなきゃいけないから、もうこの判断良かったんじゃないかと。ヤクルト先発高梨、5回87球11安打6三振1球4失点と、ちょっと打たれすぎたね。ね。まあその中でヤクルトはね、3回に村上のツーランホームランでね、先制、村上調子、くばって。ね。しかしその裏、3回の裏にね、ワンアウトから佐野のツーベース、そしてオースティンタイムリーね。宮崎アウトになるけども、黒原タイムリー、そして戸柱のタイムリーで、桑原ね、全力疾走ファーストからね、ホームへ走ってくるっていうね、リクエストでセーフ。グソレイ。ね。で、逆転。で、4回裏にはね、牧のホームラン。ね。で、5回にはヤクルトがね、西川のタイムリーツーベースで、4対3と1点差になるけども、7回、桑原の犠牲フライ、8回、梶原のね、内野ゴロの間に1点入れて6対3ということで打ち勝ったっていうね。そして、5回ね、西川にタイムリー打たれてノーアウト2塁っていうところでもうね、諦めてカメチャットに変えた。このベンチの判断ね、非常に良かったと思うし、まあ、ここからね、ヤクルトが勝っていくでしたら、このノーアウト2塁のチャンスね、サンタナ三振、村上フォアボール、オスナ三振、山田フォアボール、中村ショートゴロという形で、まあ、ここでパーンと最低でも追いついたり逆転できてればヤクルトの勝機もあったかなっていうところもあるけども、ここはしっかりね、カメチャットに。グッピチね、しっかり抑えたっていうところもあるし、吉野のね、後ろ上茶谷、佐々木千早、伊勢、そして森原とね、しっかりリリーフが踏ん張ったのも良かったしね、まあ、本当に総力戦だから、もう先発に勝ち星がつくとかつかないとか全く関係ないからね、そういった意味ではスパッと変えたこのね、ベンチの判断良かったんじゃないのかなっていうね。あと DeNA はね、こう3回裏にすぐね、村上ツーラン打たれてすぐその後にね、逆転したっていうのもね、雰囲気悪くならなくてね、一気にね、ボルテージ上がったっていうところは良かったしね、この桑原の走塁もね、ベンチが活気づいたんじゃないのかなっていうところはあります。まあ、DeNA ね、絶対3位死守。まあ、この後ね、どうなるのか、大きなね、今最下位ヤクルトに勝ち越したのは、大きいね、展開だったと思います。ね。あ、まあ、勝ち越したっていうか、あれか、DeNA とヤクルト、これ、もうすぐ変わるからな、試合が。まあ、明日も、あるんだヤクルトね、岡は東対岡、岡久しぶりだね。まあどういう試合になるのか注目です。中日対広島2対1で中日の勝利ということで、中日先発は涌井、6回106球3安打1三振2四球1失点、自分のバッティングで二刀流で勝つというところで、え、今季初勝利だ。グッピッチ、あ、初勝利じゃない、3勝目だ、2軍だった。今季3勝目、3勝5敗、いつ以来かな、勝ったのね、結構久しぶりだね。まあ、その中でもしっかりね、シーズン終盤に向けて勝てたっていうのは、若いよね、今後の野球人生に向けては非常に大きかった。
広瀬松、先発森下、6回93球、6安打3三振、8球2失点、踏ん張ったけどね、こうバランス悪いね、歯車噛み合わない、ピッチャー抑えたら打てないっていうね。しかし広島は初回ね、2アウト2塁から小園の、タイムリーヒットで先制するんだけども、中日は2回の裏にね、先頭細川ストレートのフォアボール、で宇佐美がライト前ヒットで、ノーアウト1、3塁から鵜飼のね、内野ゴロの間に1点を入れて同点。そして、5回にはね、2アウト、3塁からね、村松がタイムリーヒット。しかもこのね、ランナー2塁はね、ワンアウトから涌井が2ベースを打って、ね、で、村松が返すっていうね、まあ、この2点でね、逃げ切り勝ち。まあ、カープは4アンダーだからね、しかももうね、5回まで勝ったらこっちのもんやっていうところで、7回藤島、8回松山、9回マルチネスとね、完璧に抑え切ってね、逃げ切り勝ち。ね、広島としてはね、この8回、ね、先頭代打磯村フォアボール、野間のピッチャーゴロの間にランナーセカンド行って、矢野がね、ライト前ヒット、ここでセカンドランナー初木が本塁アウト、ライト細川、グップレ、ナイス送球、キャッチャー一番取りやすいところ、ね。まあ、これはでも仕方ないね。間一発だからね。まあ、すよね。まあ、ワンアウトだけどもね。仕方ない。これは細川のね、ナイスプレーだったかな。まあ、ワンアウトだからね、まあ、秋山調子いいからね。止まってもよかったんちゃうかっていうね、意見もあるけどもね。ここはちょっと難しい判断だね。でもヤクルトとしては負け。これでまたね、4位転落。どうなるのか。もう一戦必勝体制です。さあ、マジック6で迎えた首位攻防戦、1位巨人、2位阪神、阪神逆転へというところで、巨人は菅野ね、広島戦から中4日で広島投げて、本当は土曜日に投げる予定がね、もうターゲットは阪神やっていうところで、この22日の日曜日阪神戦に変えてね、8回125球、7安打2三振、無四球1失点、完封だけども1失点敗戦。クッピッチだけどね、味方の援護がなかった。で、阪神先発才木、これ才木で負けるわけにいかないっていうところで、7回95球、7安打4三振、2四球無失点、で、ゲラ、岩崎で抑えて、完封勝利、クッピッチ。いやー、大きかったね。まあ、阪神はね、3回裏。まあ、これもね、ねー。ワンアウトからね、木浪がセンター前ヒット、ここワンアウト1塁からね、才木が送りバンドに行くんだけども、2ストライク追い込まれてから3球目。微妙だったね。やってるっぽいけどね。最後のバントした感じとほぼ変わんなかったからね。でもファーストの審判がノースイングっつって。で、ワンボール2ストライクから4球目。ノースイングっつって。最近帰ってたで。もう。横からのカメラがあったらほぼほぼ振ってたで。正直。まあでも審判が、ファーストの審判がセーフっていうね。これは巨人としてはこう優勝に向けて泣くに泣けへん判定になるよね。で、送りバント成功、2アウト2塁から近本がレフト前ヒットを打って2アウト1、3塁で、中野のタイムリーヒットで1点、この1点だからね、虎のこの1点で終わったからね。いや判定、いやもう何とも言えないね。しかし巨人はね、ちょっと勝てたよ、この試合。本当に取れる時に取らないからこうなるっていう、本当典型的な試合。初回ね、先頭丸がツーベースを打ってノーアウト2塁、ここで浅野がね、バントが強振でピッチャーゴロで、2、3塁間に丸が挟まれてタッチアウト、そしてセカンド狙った浅野もアウトでダブルプレー、バッと何やっとんって。いや、このバント失敗大きいよ。でここで点取れなかったね。で、2回先頭岡本長野が連続ヒットでノーアウト1、2塁、ここから坂本、門脇、小林で1点も取れず、ね。で、4回、ね、吉川レフト前ヒット、岡本アウトになるけども、長野がセンター前ヒットで、ワンアウト1、3塁、ここで坂本セカンドフライ、門脇サードゴロで1点取れず、ね。で、6回には先頭、浅野がツーベース、で、吉川、岡本連続フォアボール、ノーアウト満塁から、ね、長野ピッチャーフライ、坂本セカンドフライ、代打、大城がセンターフライと、犠牲フライも打てず、1点取れず、そりゃ負けるで。これ勝てたで。ここで一本出えへんかっていうぐらい、金縛りになったかっていうぐらい点ね、取れなかったっていうところもあるし、逆に最近はね、この6回ノーアウト満塁からね、本当に踏ん張ったね。しかもこのね、初球長のね、状態良かっただけにインコース無理やり打ってピッチャーフライやろう、もったいない。で、坂本はね、ワンボールからほぼ甘めのストレート差し込まれてセカンドフライ。で、大城は初球のストレート、センターフライと、ね、まあ、積極的に行ったのはいいけど、4球ストレート全部捉えきれず。痛いね。これで、まあ、マジック6は変わらず、まだだからね、ジャイアンツは有利なんだけども、ゲーム差、1ゲーム差。ね。さあ、どうなるのか。これ今日負けたらどえらいことやぞ。
グリフィン対高橋いいからね。阪神逆転のアレンパへ向けてどうなるんでしょうね。厳しい戦いを作る巨人は打てるかどうかだね。もうそこが勝負だね。あとはミスしないことだね。阪神はもうノリノリでこれもグッといきたいところですね。さあということで今週のベストナイン発表していきましょう。まずはパリーグからピッチャー日本伊藤大海2戦連続完封5ピッチ。キャッチャー楽天安田もう打ちまくりです。はい。ファーストソフトバンク山川どすこい。はい。セカンド楽天株方いいところで打ってます。長打もあります。はい。サードソフトバンク栗原安定的だ。ショート楽天村林いい感じです。 A クラスになるか。はい。レフト楽天伊藤お、ここに来て好調です。はい。センターソフトバンクシュート11アンダーめちゃくちゃ抜いてます。はい。ライト日本ハム万波ここに来て打撃好調。はい。DH 日本レイエスもう素晴らしい外国人助っ人。はい。リリーフロッテ横山もっともっと頑張る。はい。続いてセリーグピッチャー巨人戸郷もう戸郷にかかってます優勝へは。はい。キャッチャー広島坂倉本当に打撃向上。はい。ファースト巨人岡本10安打7打点。はい。ここに来て岡本次第ですもうあとは。はい。セカンド DeNA マーキー9安打3ホーマー素晴らしい A クラス絶対。はい。サードヤクルト村上8安打9打点本当に素晴らしい。ここに来て調子上がってきて2冠タイトル取れるぞ。はい。ショートヤクルト長岡こちらもタイトル取りたい。はい。レフトヤクルトサンタナこちらも首位打者確定か。はい。センター広島秋山絶対再試し。はい。ライトヤクルト西川ここに来て打撃好調。はい。リリーフ阪神岩崎逆転へアレンパ。はい。さあということでね、ソチックおしまいですけども、さあ今日どうなるのかね。クラス争いね、優勝争い、まあ、ソフトバンクは優勝するのかね、ロッテ楽天、これで楽天負けたらもうロッテほぼ3位決定だね。ということでね、皆さんまだまだ続くソチックお楽しみに。それでは。